鈴木好み、田村ゆかりという二大歌姫が主演を務め、活劇中でも歌が重要な要素として描かれる春アニメ、ロストソングのスタート。主要キャラが勢ぞろいする中、主人公リンともう一人の主人公ユニスが楽団を従えてステージに立つ。その眼前には巨大な惑星の姿がヘリップというクライマックス感がバリバリのアバンから幕は上がります。壮大な、まさしく王道ファンタジー RPG 的なビジュアルとストリングスを大きくフィーチャーした BGM は矢が上にも気分を盛り上げます。大作アニメきたー、まどな感じです。さてさて、そこから改めて本編スタート。リンの暮らす田舎の村とリンに住む過ごす大都の様子がそれぞれ丁寧に描かれていきます。かたや田舎で過ごすリンは歌と食べることが大好きな女の子、幼なじみの発明少年アルとともに大宮湖で歌いたいという願いを抱いていますが、育ての親でもある村長はリンに歌うことを強く禁じています。どうやらリンの歌にも不思議な力が秘められているようで、ヘリップ。中盤までは穏やかな日常と華やかな大宮湖の様子が描かれますが、後半より徐々に不穏な空気が漂い始めます。イーニスは王子の戦争に向けての演説を受けて兵に向けて歌を歌う羽目になりますし、リンは何者かに追われ負傷した大都の騎士ヘンリーと遭遇。彼を癒しの歌の力で救うことになります。怪我も治り一安心ヘリップと思ったのもつかの間、リンの力を知った王国の兵たちの手によって村の火を放たれ、村長や姉代わりのネルたちが無残にも殺されてしまいます。どうやら兵を率いる将軍はリンの力を求めている様子。いきなり随分とハードな展開。ここから二人の歌姫の運命がどのように交錯していくのか楽しみですね。そんな豊作の見どころはやはり歌。時にミュージカルのようにキャラクターの気分を歌に乗せて描いたり、また第1話クライマックスのようにリンとフィーネスの歌が共存してドラマを大きく盛り上げたりと、随所に盛り込まれた歌が物語を引っ張っていきます。その歌声も元気はつらつな鈴木好みの歌声が印象的なリン、そして上品かつどこかミステリアスな響きを持つ田村ゆかりのフィーミスと、それぞれに個性的。歌唱力はもともと折り紙付きの2人ですが、彼女たちの歌声がシンクロした時の高揚感は特筆もの。感動が2倍、いや3倍、4倍にも高まります。冒頭のシーンによると、今後彼女たちは様々な仲間と出会い、最終的に何かの目的のために共に歌うことになるのでしょう。そこにどんな意味が、そしてどんなドラマがあるのか、じっくり見届けていきたいと思います。編集部有田、第1話あらすじ。癒しの歌、大きな月が浮かぶ、地球とよく似た違う星。そこには、地球と同じように無数の人々が暮らしている。食いしん坊で歌が大好きなリンと発明と科学を信奉する少年のアルは、ダンデラという辺境の村で、厳格な祖父のタルジアと二人の姉で母親代わりのメルと仲良く住んでいた。ある日、森に出かけたリンとアルは、瀕死の騎士を偶然見つける。
若い騎士の命を救うため、リンは強く禁じられている癒しの歌を歌ってしまい、ヘリップ。それは、恐ろしい悲劇の始まりとなった。主要キャラが勢ぞろいする中、主人公リンともう一人の主人公フィーニスが楽団を従えてステージに立つ。その眼前には巨大な惑星の姿がヘリップ、ヘリップというクライマックス感がバリバリのアバンから幕は上がります。壮大な、まさしく王道ファンタジー RPG 的なビジュアルと、ストリングスを大きくフィーチャーした BGM が嫌がうにも気分を盛り上げます。対策アニメきたー、まとな感じです。さてさて、そこから改めて本編スタート。リンの暮らす田舎の村と、フィーニスの過ごす大都の様子がそれぞれ丁寧に描かれていきます。歌の不思議な力で国民のアイドル的存在のフィーニス。しかしながら、特権階級意識の塊のようなルード王子は、彼女の力をプロパガンダに利用して戦争を始めようとしています。かたや田舎で過ごすリンは、歌と食べることが大好きな女の子。幼馴染の発明少年アルと共に、大都で歌いたいという願いを抱いていますが、育ての親でもある村長はリンに歌うことを強く禁じています。どうやらリンの歌にも、不思議な力が秘められているようで、ヘリップ、ヘリップ。中盤までは穏やかな日常と華やかな王都の様子が描かれますが、後半より徐々に不穏な空気が漂い始めます。フィーニスは王子の戦争に向けての演説を受けて兵に向けて歌を歌う羽目になりますし、リンは何者かに追われ負傷した王都の騎士ヘンリーと遭遇。彼を癒しの歌の力で救うことになります。怪我も治り、一安心、ヘリップ、ヘリップと思ったのも束の間、リンの力を知った王国の兵たちの手によって村に火を放たれ、村長や姉代わりのネルたちが無残にも殺されてしまいます。そんな本作の見どころはやはり歌。時にミュージカルのようにキャラクターの気分を歌に乗せて描いたり、また第1話クライマックスのようにリンとフィーニスの歌がユニゾンしてドラマを大きく盛り上げたりと、随所に盛り込まれた歌が物語を引っ張っていきます。その歌声も元気はつらつな鈴木好みの歌声が印象的なリン。そして上品かつ、どこかミステリアスな響きを持つ田村ゆかりのフィーニスと、それぞれに個性的。歌唱力はもともと折り紙付きの二人ですが、彼女たちの歌声がシンクロした時の高揚感は特筆もの。感動が2倍、いや3倍、4倍にも高まります。冒頭のシーンによると、今後彼女たちは様々な仲間と出会い、最終的に何かの目的のために共に歌うことになるのでしょう。そこにどんな意味が、そしてどんなドラマがあるのか、じっくり見届けていきたいと思います。編集部有田、第1話あらすじ。癒しの歌、大きな月が浮かぶ、地球とよく似た違う星。そこには、地球と同じように無数の人々が暮らしている。食いしん坊で歌が大好きなリンと発明と科学を信奉する少年のアルは、ダンデラという辺境の村で、厳格な祖父のタルジアと二人の姉で母親代わりのメルと仲良く住んでいた。
ある日、森に出かけたリンとアルは、瀕死の騎士を偶然見つける。若い騎士の命を救うため、リンは強く禁じられている癒しの歌を歌ってしまい、ヘリップ。それは、恐ろしい悲劇の始まりとなった。